皆さんこんにちは、イアです。今日も元気に解体作業。このマップは移動系。ゴールまでぐるっと大回り。これがボーナスのクリスタル。ぶつかるだけで良さそう。おっと、上り坂で勢いがなくなった。車体が持ち上がるんかい。地面がない。嫌なところに建物があるな。別に水没はお家芸ではない。対策を施した新型機ハンディーマン。11個のパーツでできた低コストマシン。ピストンによって助走をつけなくても威力を出せる。左右への調整は車体のステアリングで、上下への調整は中央の回転軸から合理的に。腕なんて飾りですよ。問題の場所。まずは後ろを向きまして、角度よし、爆弾発射。方針を前に向けるためにフレームを伸ばすくらいなら後ろにくっつければいい。部品は少なく利益は大きく。これでよし。チャレンジモードはシンプルに破壊。お題はこの機体ね。操作は移動のみ。お前もか。空中で勢いを失っては重量も意味がありませんな。丘の上の塔を壊そう。まったくこいつら大きな重機ときたら、いつもわしに迷惑をかけよる。正面からはブロックされる。脇に抜ける。機体が柔軟すぎてタイヤ1個分の重さでしか踏めてないね、多分。ひとまずよし。ここでちょっとブレイク。マップ1のエキスパートモードで三つ星評価に挑戦。
2カ所の爆弾ダルに砲撃。誘爆しなかったら再走。これはいいパターン。塔の場所まで行く必要がなくなったからここで橋を落とす。本当は特別ボーナス条件を見つければ大幅に緩い評価になるんだけど、ノーヒント。基本条件のタイムとコストを徹底的に絞るしかない。当たり負けた。こういうミスが響く。いけるペース。とどめ。まだ。ギリギリセーフ。実はこれに手こずって全マップ解放するまで遊んでた。マップ2のエキスパートモード。崖の手前にある大岩を持って帰ってくる仕事。対するこちらはホット車庫、ツールチェンジシステム。色を変えただけと侮るなかれ。腕の先には物をつかめるアタッチャー。状況に応じて道具を使い分ける。今回はドリルモジュール。クワガタ虫アタック。腕にロマンを持たせることでしか得られない栄養素がある。次のモジュールは電磁石にしよう。どっこいしょ。電柱も邪魔になるので結構。やっと広々した。掴む機能は離すため。次は岩を掴む。あとはゴールまで引きずっていけば OK。今日も一日お疲れ様。またね。